さあ、やってまいりました。海外渡航者すべての日本人に影響する2024年各国の入国ルールやっていきましょう。えー、今年中に起こることが想定されるルール変更についてレポートする年始め。 決定版動画になります、えー、今日はこちらの流れですね、えー、まずはアジアのルール変更があ結構ね激しいんですよねその上でオーストラリア行きの方は気をつけたいということに加えまして長時間フライトがまだね続いておりますロシア上空を回避して飛ばざるを得ないという欧州圏のお話そして米入国審査プロセスが抜本的に変わっていく可能性が がここに来てね出てね出おりますので各地域をですね国を取り巻く渡航情勢を年始めね一気におさらいをしていこうじゃないかということでございますすでに国を越える予定がある方はもちろんのことをどこに行こうか迷ってるなというこういう最中の皆さんもですねこの動画で僕と一緒に世界一周旅行ができると嬉しいなと思いますそれではまず初めにアジアジ圏のルー ル変化から話を進めてまいりましょう全体的にはですね中国本土を除いて渡航規制は発生してないと言えるかと思います基本的にはストレスフリーな出入国が実現されているといるんだとただしいくつかのルールに改変が生じたりですねさらに渡航がしやすくなるというグッドニュースも含まれておりますのでねこちら見ていきましょうまず韓国行きの方ですよね KETA は引き続き 免除と 韓国行きで元々必要とされていた電子渡航認証ですね、KETA なんですけども、2023年の4月から2024年12月31日、ここ1年間はですね、まあ、あの向こう1年間においてもこちらは免除ということになりますので、韓国行きはパスポートのみを持って渡航ができるということでね、よろしいかと思います。あとはフィリピンなんですけども、僕もよく行きます。フィリピンに 入国の際にに登録が必須になイートラベルに関しては引き続き入力が必須ということになりますのでぜひ、ね、こちらもご注意になってみてください。 はい、そして、インドネシアに行かれる方ですね、えーえー、VOA、到着ビザに関して必要とされているわけですけども、結構これがね、高額なんですよね、日本円で言うと5000円近くはね、かかってくるということなんですが、こちら、廃止が議論中というね、インドネシア政府の内情についてチェックをしていきましょう、えー、こちらはですね、法人向けエージェントサービスを現地で手掛ける、レッツムーブインドネシアというメディアが報じる 内容なんですがインドネシア政府によると高額な VOA をですね20カ国を対象に免除を、まあ、不要にするというですね要請を観光省が インドネシアの観光省がこれをね政府に対して要望を出しているということなんですねこの20カ国の中にはきちんと日本がこれ含まれてますねオーストラリアだとか中国インド韓国米国英国とね続いてこの中に日本も20の国の中に含まれるということでございましたでこれが実際ねいつこの VOA が到着 ビザがですね撤廃になるのかの期日は明確ではないんですけども2024年の中でこれが起こっていくという可能性があるかと思いますので皆さんと一緒にですねこちらはウォッチをしていきたいなと思いますで同じくインドネシアなんですけどもあの今年の2月ですね2024年2月から導入される見込みですバリ,バリ島を訪問される方ですね1回の旅行につき1400円ほどですかね 観光税が導入されるということなので、これ2月の改変には、えー、一つ、ね、お気をつけということかと思いますね。具体的な徴収方法がまだ決定されていないようなので、えー、これは、ね、今後アップデートされるということかと思います。はいそして あこれおお次も興味深いお話ですねシンガポール行きの方は主に出国プロセスが変わるかもしれませんね、えー、こちら CNN が昨年の9月に報じていましたシンガポールのチャンギ空港来年はパスポートフリーになるんだというこちらの報道なんですけどお一部ね、えー、引用をさせてもらいます、えー、世界最高の空港の一つでしとして知られるシンガポールのチャンギ空港ですね来年から出国時の審査の自動化を導入することが分かりました。 旅行者はパスポートを提示する必要がなく生体認証のデータのだけでですね手続きが行えるようになります同国の当局者が明らかにしたということなんですけどもねで今回の変更がきちんと適用されるとですね旅行者は繰り返し渡航文書、パスポートを提示する必要がなくなってくるまあ提言してくると一段と継ぎ目のない簡単な、簡便な手続きが可能になるんだということがね関係者が語ってるんですよ。生体認証は本人 確認の証明として手荷物を預けるときですとか出国審査搭乗時に自動で使用されるというわけですから、まあ、ほぼ顔パスになっていくのかなこのとき搭乗券やパスポートのような渡航文書の提示は必要なくなるチャンギ空港がですねなんとこれが2024年のどこかでですね対応される可能性があるということですのでこれは、ね、期待して待っていければなと思いますね。で記事の内容を見る 限りだと入国に関してはさすがにパスポートの提示は求められるということですからまっ、あ、た入ったあとのです、ね、他国に、えーまあ、移動するというケースにおいてはあより簡易的にです、ね、渡航ができるようになる、まあ、この可能性がシンガポールからです、ね、出てきておりました、えー、さて、えー、エリアを移して中国のお話なんですけども引き続きです、ね、中国本土に限定してはビザ免除措置が停止中ということになります。なぜ日本からの渡航者の 受け入れがなされていないのかこれは昨年の11月に NHK が報じた記事がですね今の最新アップデートになろうかと思います中国政府はフランスやドイツなど6カ国の人が中国を訪れるにあたってのですねビザ免除を再開するというお話になっておりました一方日本人に対しては同様の措置が取られてはいたんですけどもコロナの騒動でですね3年前に停止されたまま 日本政府は早期再開を求めている中国政府は日本に対してビザ免除措置の再開含めていないと、えー、日本からの渡航者認めないということなんですよねでこれ国名を見るとなぜなんだということでちょっと気になるんですけどもこれはフランスドイツイタリアオランダスペインマレーシアこの6カ国が えー、6カ国に,国に対してビザ免除措置を再開した中国ということなんですけども実は、ね、これ以前にもシンガポールだとかブルネイの国民に対しても再開していたんですよねビザ免除措置日本だけが停止されたままとでこれなぜなんだと再開されない理由があまりね報道上も語られてないんですよねただ推察するからにうん、まあ、外交カードに利用されている可能性であったりだとか、まあ、もしくは 今のところまだ中国側がですね、より多くの観光客を誘致したいという状態になっていない。 まあ逆に言うと、ね、観光客をより呼び込みたいという時に日本に対しても発動する可能性があるんじゃないかということですよね。えー、では、中国には一切行けないのかというと、まあ、ビザを取っていくという方法がありますしあともう一つ、ですね乗り継ぎをされるという方に関してもです、ね、限られた時間の中で中国に入国することは認められているというトランジットビザに関しても扱ってみたいなと思います。これは人民日 一方の日本語版のサイト昨年の11月付の報道なんですけども中国に行く際にですね72時間もしくは144時間のビザなしトランジットビザ対象国が増えたんだということで報じられていましたけどもこの対象国にはですねきちんと日本も含まれているということでございましてどういうことかというとですね有効期限内のパスポートとトランジットビザ期限内の搭乗日と座席を指定した あ第三国への乗り継ぎ航空券を持っている方ですよねえー、この方についてはノービザの規定の中で、えー、この地域によって でえー、認められる期間が異なるんですけどもお滞在ができると72時間もしくは144時間の滞在が許されるということで観光ですとか短期ビジネスをその中で行うことができますよというトランジットビザが唯一の日本からですねノービザで行くための方法ということなんでしょうでこれ時間が異なるのがちょっとややこしいんですけども北京ですとかあと甲州大連天津、えー、この辺りが144 74時間、まあ、場合によって72時間ということもあるのかな。あ えこれがですね、あのー、地域が分かれていると。あとは、アモイだとかセイアン、西安、青島ですとか、この辺りはもう72時間というルールが、地域によってですね、この時間適用されてるみたいなので、トランジットをされる方ですよね、このルールに準拠する形で、これを利用するということも、一つね、渡航テクニックになろうかと思います。で、この時に要注意なのがね、この航空券、中国から出る時のフライトチケットを持ってるというのが、これ大前提なんですけど、その中でも 座席を指定しているのかどうかもこれチェックされるらしいのでね、えー、この辺りも是非お気をつけの中国行きということでございます。 さてここからエリアを移ってまいりましょうオセアニアに行きますけどもオーストラリアで気をつけるべきことについて触れてみたいなと思いますと言いますのもねこのオーストラリアここで触れるのは白米の持ち込み禁止なんですよねこのいわゆる金製品の持ち込みが特に厳しい罰則規定ありということで僕大輔の中でも衝撃事実だったことについてご紹介をしてみたいと思います BB さんからのお便り 12月の中旬にいただいたんですけども金、あのー、製品がですね非常に厳しいという地域が、まあ、オセアニアにはですね、えー、集結している、えー、ことが言えようかと思いますこれがね2024年についても引き続き、えー、ここお気をつけのポイントというわけでしてご紹介をさせてもらいます、えー、今週オーストラリアのパースでの入国時の検疫で小分けにした約 1kg の白米が持ち込み禁止品として没収されてしまったとかつ罰金を取られてね約6万円課せられてしまい 禁止対象品には肉類、海産物、植物などがあることは理解しているんですけどもね過去の記事でも一定量以下の白米は持ち込み可能との、えー、こういう理解を、ね、されていて無申告だったようなんですよ、この BB さんがですね。なんだけども検疫官は持ち込み禁止との判断をされて没収された上無申告としての罰金が課せられたわけです。オーーーススストラリアは独立したた生態系を守るためににパイクやスポーツシューズの裏についた 土が見つかれば没収をするなど世界的に権益が厳しいことは理解していましたが水を加えておくと発芽する玄米ではなくですね精米済みの白米でもダメなんだということでショックを受けました。これからオーストラリア オーストラリアに旅行をされる方、ぜひ、ね、お気をつけくださいということなんですけど、こちらのルールについても見てみましょうかね、参考にするのが、こちらはですね、オーストラリアの大使館さんですね。在日オーストラリア大使館の情報でも この品目の持ち込み可能ですかというですね、えー、説問があります。で、この中に書かれている、え調理済み白米及び玄米えという書き方があるんですよえ。未開封の市販品、常温で6ヶ月以上保存が可能な製品が可能ですと書いてあるんですけどもえ、調理済みと書いてあるのでね、えだから、あの精米済みの白米だとダメなのかな未調理 の状態は持ち込み禁止という読み方もできるかと思います逆に言うと 調理済みである、例えば砂糖のご飯とかね、まあそういうものは、あこれは可能という解釈がね、この文面からできますけども、精米だけした白米は、あこれダメなんじゃないかということでね、ぜひお気をつけでございます。で、この背景についても同じく在日オーストラリア大使館さん公式サイトではこのように語っていますね。お米の個人的輸入は姫カツオブシムシについいて許容できないバイオセキュリティリスクを もたらすと判断されオーストラリアへの輸入は禁止されましたこの措置は全てのオリザ州の米に適用され、えーくえー、航空または海上貨物のいずれかを介して私物として輸入された場合旅行者に海外旅行者によって えー、運ばれれる場合ははでですすね、えー、これは申請が必要ですよということとになりますかねはいというわけでして是非ね、えー、この金製品が特に厳しい、まあ、オセアニア、まあ、オーストラリアここは2024年ももちろん継続と思われますので是非お気をつけになってみてください、えー、それではお次ですね長時間フライトが続くであろうという欧州圏のお話に入って っていきましょうかね、えー、まず参考にするのが ANA が公表していた、えー、コメントですね昨年の7月時点の報道なんですけどもアビエーションワイヤー,ーさんの記事をですね一部引用をさせてもらいます ANA ロシア上空はと、えー、当面は飛べないんだという国際線計画を見直されている ANA ホールディングスの CFO のコメントがあ現在の最新動向を表しております。現在はロシア上空を迂回して いる欧州路線非常にねこの長時間化しているんですよね2024年度も上空通貨の再開は難しいとの見解が示されておりますロシアのウクライナ侵攻によって各航空会社はですね日本と欧州を結ぶ路線ロシア上空を今現在も回避している向こう1年間に関してもおそらくこの再開は難しいということが言えるんじゃないかなと思われますこれによって新しい動きも 生じているみたいですね読売新聞の昨年10月付けの記事ですけどもこのようになっています関西国際空港に中東系の航空会社の就航が急増しているんだということなんですね関西エアポートが25日これは昨年10月の出来事ですけどもここで発表をしたこの冬の関西の関空のですね国際線ダイヤによりますとコロナ禍で落ち込んでいた発着便数は昨年… これ一昨年の冬とと比べてて倍に回復をしているんだと中東系の航空会社の就航が目立ってきていてロシアのウクライナ侵攻の影響で欧州行きの所要時間が長くなるということを受けまして中東での乗り継ぎを選ぶという方が多いみたいですね、こうした中積極的に就航させているのが中東系のエアラインだとアブダビーを拠点とするエティハド航空ですとかがこれ、新規就航になったのか。 かな関空に対して、えー、こんな感じでですね従来のルートだと日本を飛び立ちまして、えー、ぐーっとですねロシア上空を本当はショートカットをして、えー、パリだとかですね、えー、ロンドン、えー、僕もあのもう今この動画出てる時は空の上なのかちょっと分かりませんけどもおアムステルダム行ったりだとかヘルシンキに行くとかですね、えーまあ、従来のルートを飛べないということで遠回りになってしまうというわけですからこれがね、えー、14時間も15時間とかかかるともう体に負担 がねでかいというわけでしてここを中東乗り継ぎを選択される方もね少なくないんじゃないかという動きがあるようですこのことについては2024年も生じてくるトレンドとしてご紹介をさせてもらいましたねこの欧州圏ですけども頑張ってたどり着いた ヨーロッパじゃないですかだからこそな,、えー、なるべく長く滞在したいと、まあ、こういう、ね、ご意見持たれる方もいると思いますけどもここでご注意のポイントがありますこれは滞在期間の落とし穴ですね、えー、宣言圏内のビザなし滞在は通常90日間ということで、えー、これ各国の規定もありますよね欧州圏に関してはもうほぼ一律、まあ、これ EU 加盟国に関してはといった方が いいのかなあほぼ一律で90日間というビザ免除の対象になっているわけですよね。えー、さて、ここについての落とし穴をこれはですね、日本の外務省があ公式に発表をしてくれている注意喚起文ですね、えー、欧州諸国を訪問する方、特にこれ、お気をつけ、えー、でございます。ででここののととにについてて2024年の渡航計画を組まれる方ですね、えー、特に長時間かけてやっとたどり いついた先ででのの滞在期間の算出にもですねぜひ活用をされてくださいこんなレギュレーションになっているんですよ。あらゆる180日の期間内で最大90日間というルールに改正されているのがこれがですね、えー、平成25年からだか、まあ、もう今からね10年ほど前からですねこういったルールになっているわけでしてそれがゆえに宣言領域を180日以内に90日 90日を超えて訪問すする方ですよねえ複数の国をですね訪問するケースにおいても、宣言県圏内においてですね、えー、通算90日を超えてしまう、まあ、この180日の中で、えー、これはみ出して90日をはみ出してしまうという場合は、ですね事前に渡航予定の国のですね、えー、大使館だとか政府観光局ですとか、まあ、この辺りに、ね、問い合わせをすることをお勧めいたしますよというのが、日本の外務省の えーまあ、この注意喚起ということになっていますので、1、えー、つですね、こちらもご注意になってみてください。えー、でちなみに、この宣言圏外に1回出ると、一応、調整が効きますのでね、90日間のカウントには、まっ、あ、た含まれないということになりますので、まあ、リセットされるわけじゃないんですけども、含まれなくなりますので、この時に例えばイギリスに出たりだとか、イギリスはあの宣言協定外ですからあー、ここに出たり、その他ブルガリアだとか、モロッコ、チュニジア。 アジアだとかね近隣諸国に出てこの90日っていうのを調整される方もいるようなのでここも一つね投稿のテクニックなんじゃないかというわけで欧州圏のお話でございましたでこれまだ続くんですけど一つですね先送りになった事項もあるので見ていきましょう当初2024年には開始されると言われていた EU 圏の電子投稿認証ですよねエティアスという、まあ、米国でいうところのエスタに相当する仕組みが今年ですね これが開始されようとしていたんですがいろいろありましてですね延期になりました2025年のどこかで対応されるよという予定に切り替わっておりますので申請費用は7ユーロ日本円で1100円ぐらいかな、えー、と言われていたエティアスなんですけども、まあ、当面の間はこれがあ始まらないということですから渡航ルールに関しては今のところ、ね、大きな変更はないということが言えるかと思います。欧州圏の 最新のトレンドですね皆さんとチェックをさせてもらいましたでここで欧州にねちょっと付け加えまして中東エリアの動きも加えていきましょうかね、まあ、ロシアウクライナ情勢っていうところもありましたけども2023年の出来事としてはねこのイスラエルとハマスの紛争状態になったということで航空便がですね特に中東エリアのですね、まあ、そのフライトに大きく影響を及ぼしたねこんな時期もありましたそんな中で ルフトハンザ航空ですね、欠航中であったイスラエルのテルアビブ便、再開になるよということが、2024年1月にこれ予定された動きが、ですね最新動向でございます、ドイツのルフトハンザ航空などを要するルフト,ルフトハンザグループですね、安全,安全対策上の懸念を理由に、欠航が続いているイスラエル・テルアビブへの定期便の再開を、2024年1月の8日に計画をしている、もうまもなく飛びますね。 こちららが明らかになっていますテルアビブ行きの便はあ2023年10月の頭にですねイスラム組織ハマスがあイスラエルへの大規模襲撃を仕掛けたことからほぼすべての航空会社が運航中止に踏み切っているわけですね唯一、イスラエルのおですね LR 航空だけがあこのね乗り入れ業務を続けているという状態ではあるんだが西側諸国は軒並みこれは欠航になっているわけですよね。まあ、だから ここが徐々に再開になっていくこともですね今年2024年には期待をしていきたいということで、まあ、今現在もねこのガザ地区だとかを取り巻く状況というのはあの深刻さがですね続いているわけなんですけどもこの紛争状態がですねあの収まっていくことを皆さんと一緒にウォッチをしていきたいなと思いますね。 はいえー、というわけでして、えー、欧州圏に加えて中東エリアの情勢も一部ねチェックをさせてもらったわけですがここからまた場所を移動しましてえー、北米のルール変更に関していきたいなと思いますけどもまずは昨年起きた出来事ですよねこの入国審査が非常にね厳しいということが世の中の報道だとか SNS でも散見された1年だったんじゃないかなと思いますえ2023年の頭 2月にはですね、えー、この人気 YouTuber150 万登録超えのですねサワヤンチャンネルのヤンさんがロサンゼルス空港で2日間拘束された上で強制帰国になったという話がありましたよねそして、えー、2023年の9月には自称インフルエンサーの日本人女性がハワイで別室送りになりこの方もね強制帰国になりました、えー、で間髪入れずに10月にはですね、えー、こちらも YouTuber の方でノープラン t v さんの 配信でもででもすねねハワイで強制送送還になっっててししままたた様子が放送されていました、ね、こちらの方はえキューバの渡航歴が未申告だったことによって、えー、こうなってしまったわけですけども今現在ですね、まあ、ハワイだけでもなくえ米国全土が対象にもねえなるかと思いますけども結構ねこの入国審査に関してはあ不正がないかだとかあこの、まあ、不正就労ですよねそしてあの虚偽の申告がないかといったところが非常に厳しくねチェックされてい されるえ、こんな傾向が続いているかと思います。で、まあこのことはねまあ、昔からそうだと言われればあるんですけども、特にまあ、トランプ政権だった時代にがですね。一つ影響しているという見方もあるのかもしれませんね。2017年からえまあ、バイデン大統領に代わるに2021年にかけてですね。まあ、4年間続いたトランプ政権でしたけども、どちらかというと、この入国管理を厳格化しようということだったんですよね。この何が何でもアメリカファーストだということで、えー、まあ、インド。だ とか、まあ、諸外国からですね有数な人材がシリコンバレーに来ることを、まあ、止めようという動きがあったりだとか、まあ、これはね財界からもいろんな批判があったわけですけどもあの移民策をですね、まあ、あの狭めていくという政策が、まあ、1つトランプ政権の時に取られていたということがありましたでバイデンのバイデンさんの政権になってもですねえこの政策、まあ、全面解除になっているわけではないというわけでしてえこのビザ免除の期間を超えてですね、まあ、違法滞在の可能性 可能性があったりだとか不正就労の可能性が少しでもですね感じるよというケースにおいてはかなり質問をされていくと別室送りになってしまうということがあり得ますのでこれは2024年も同じトレンドかと思いますまあ、今後ね大統領がどうなっ、えー、選定されていくのかっていうこと自体もまたあのー 選挙がまたね、2024年は控えていますので、これも一つ注目の出来事かと思いますけども、こちらがですね、今後も要注意ポイントとして続いていくというわけです。で、こんな中で2つの変化に期待をね、持ちたいなという2024年なんですけども、まず一つ目、米入国プロセスに関してでございます。こちらは読売新聞さんの12月末の記事を一つね、引用させてもらいますけども、 ハワイの入国プロセスにフォーカスをしてですね今このような調整が入ってるみたいですね日本の空港すなわち羽田だとか成田空港において事前にハワイの入国審査を済ませてしまおうじゃないかというプレクリアランス制度の導入をこれハワイ州知事ですねグリーン知事が目指しているというコメントが掲載されていたんですよね。2025年の初めまででにに制度化できるように米政府と連携をして日本政府へ の働きかけを強めていくという報道がありましたこれはハワイ諸島への直行便を増やしたいだとかコロナの影響で減少してしまった日本人観光客がまだ100%戻りきってないということありますよねまあ、これコロナという話もあるんだけどあとはインフレだとか 円安の話ですよね為替レートが大きく動いた2023年でしたからね、まあ、この事態も含めてですね、ハワイへの観光客の誘致を加速していきたいということが言えるんじゃないかなと思います。でちなみに、このプレクリアランス制度に関してはですね、すでに他の国では、もう導入されてるのかな、カナダだとかアイルランド、バハマですとか、いくつかの国では、米国との間ですでに導入されているという仕組みになりますので、 こここに日本がが加わっていくことがあるのかえそしてそのけ場合においてはハワイ行きの方だけではなくておそらくまあ米国全土に対してえプ,リクレプレクリアランスが効いてくる、まあ、日本の空港にいながらして米入国を事前に行うというですね可能性もお、まあ、今後この制度改正があればこう出てくるということですので、まあ、2024年に、まあ、いきなりね変わってしまうということはないんでしょうけども25年、えー、もうあと1年少し経った上でこういったあのルール変更 もう一、まあ、つね出ているんじゃないかとおういうお話皆さんと一緒にチェックをさせてもらいました、えー、そしてもう一ついきましょうか僕としてはねどっちかというとこれが本命なんですけどね注目をしたいのがグローバルエントリープログラムでございますでこれはですね米国国の入国管理による え入国管理局によるですね事前入国審査プログラムの一つなんですよねだからあらかじめ登録済みの信頼たるえ渡航者に関してはこの人間による入国審査ですよねえスタッフによる審査をスルーしまして自動ゲートで通過ができるようにするというこういったプログラムがあるんですよでこれがあビザ免除措置で渡米する方エスタでの入国を含めて日本人全員に開放されたのが2023年8月 だったわけなんですけどもね5、まあ、5年間有効でえ登録料100ドル払うと5年間えこの自動ゲートを使うことができると別室送りにヒヤヒヤすることもないですし長蛇の列に並ばずに済むということで費用対効果、ね、非常に、ね、いあ高いんじゃないかなと期待していたんですけどもただ今現在がこれ停止中ということなんですねえ日本のそう、ね、エスタで入国される方に関してはシステム強化をしてから再開しますので このね問い合わせのメールを送らないでくれということが、ですねこれはあの米国の入国管理局の公式サイトに掲載されていますので、残念ながらですね今現在はこれがストップしているということです。ただ、これはシステム強化がなされた上で再開するとは言っていますから、2024年の早い段階でですねこれがオープンしていくということを期待しながら皆さんと一緒にウォッチをしていきたいなと思います。これれ動きがあればすぐに本チャンネルでは 取り扱いつつ僕自身もこれ申請をしてですね今年2024年の渡米に備えたいなと思っているわけなんですよね。さて北米エリアのお話が続きますけども。 最後にですね良いお話入れていきましょうかカナダの西海岸ですねカナダ側と結ぶ LCC 便が一つ増えましたあ2024年の3月13日より成田とバンクーバーを結ぶジップエアが飛びますね皆さんこれがですね12月末にプレスリリースがありましてチェックをしていきましょうジップエア東京からのお知らせです2024年3月の13日から成田とババンクーバーを結ぶ新 が開設されますすでに12月の27日正午よりですねチケットの販売が開始されているということなんですけどもこれが実現すると西海岸としてはロサンゼルスサンフランシスコサンノゼがすでに就航されていますから これに続く4つ目の路線がバンクーバーとして広がっていくということなんですね。週に3回飛ぶのかなスケジュールがすでに出ています。成田発があ大体4時。 にに出発かかな時、まあ、時期によって3時40分だとか早まるるケースもあるんですがあ夕方にですね、日本から飛び立つ便、そしてバンクーバーから戻ってくる便に関しても週3回、これはバンクーバー午前中ですね、10時半近くに飛び立つというスケジュールが組まれております。で、このお値段がお手頃なんですね。まあ、最低価格が提示されていますので、スタンダードバリューのシートでありますと、 150円からあですね購入することができるわけでして年入サーチャージもここに含まれている非常にお得な料金かと思います、えー、こちらもですねぜひ参考にしながら北米行きの計画を立てられてみてはいかがでしょうかというわけで全世界、えー、一周旅行ですねお疲れ様でございました年、ね、2024年はどんな年になるのかお楽しみですよねあとはまあ、入国ルールとはまたちょっと違うんでしょうけども為替レートも人 によっては、ね、苦しいなと国を越えづらいなという理由の一つだったかと思いますけども今年についてはですね、えー、と円安基調だった昨年と比べるとちょっと為替レートが落ち着きを取り戻すのかもしれませんえ米国の高金利政策が終わりを告げて円高相場に戻っていくのかどうかあ各会社がですねヘッジファンドだとかも金融機関がですねここに対して予測を出していますゴールドマンサックスは1 140年後に140円に 収束しししてていいいいくんじゃないかという見方をしていますしねこの1ドル当たりのレートですけどもね、えー、同じくみずほ銀行の、えー、みずほリサーチテクノロジーズもですね2024年のドル円相場はここは大胆ですね120円台に戻っていくんじゃないかと円高になっていくんではないかという予想が同じく年末に出ていたというですねこれも最新動向の一つかと思いますけども、まあ、このあたりの、まあ、円相場のね動きも一つ注目 本チャンネルの中には円安のままがいいなと移動しやすいなという外貨を稼いでいらっしゃる方も少なくないので、まあ、一概にねどっちがいいっていうことは言えないんでしょうけども、まあ、ただね、えー、乱高下すると僕らの心が良くも悪くもこの <laughs> 揺さぶられますのでここは落ち着いてですね、えー、まああの落ち着きを取り戻してほしいなということが <laughs> 一つ言えるんじゃないかなと思います。そししてててて本動画ここままでで見てくださってありがとうごございいいすす、えー、紹介したい特典についてですね 最後に案内するんですけども、えー、今日触れました最新の話題が記載されているこちらのスプレッドシートですね、えー、全世界の入国ルール一覧というわけで、えー、ビザ要件ですとかその他の渡航条件ですね一覧化をしております、えー、概要欄にリンクを貼っておきますので皆さんね自由にこちら活用されてみてください特に今年の計画を今立ててる真っ最中だという方ね参考にしていただくと、えー、嬉しいなと思いますあとは、まあ、僕のリ リサーチが間違っこれ僕が作ったスプレッドシートですからあのー、ね大輔が間違っているという可能性もゼロではないのであとルールがコロコロ変わっていくということもありますからぜひです、ね、その国行き先の国の大使館だとか、まあ、あの政府の情報であったりこの辺りアクセスするということを忘れずにお願いをいたしますということで本日はすべての日本人に影響するであろう各国の入国ルール2024年の変化の,です、ね、変化の見込みについて特集をさせていただきます。 させてもらいました今日の情報が役立った興味深かったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう良いお正月をお過ごしください大輔でした